おお。仕上げに海苔かけよ。これもちょっとこのままつけておいとこ。すごい美味しそう。いいね。鶏胸肉。鶏胸肉。やっぱ安いな。今日はラーズーチ。来た。来たねー。いや最近知ったんやけど料理名。ちょっと探り探りやっていくわ今日も。今日はちょっとお肉小さめでいってみるわ。お店でラーズーチを2回ぐらい食べたかな。うん。それをね家で再現できたらもうこれは最高よ。じゃあ下味をつけていこう。お砂糖小さじ1/2、お酒大さじ1、醤油大さじ1で生姜小さじ1。下味 OK。 ちょっと置いとこう。オクラ。オクラ今日はちょっとお出汁につけて食べよ。出た。ガクを取るよ。私ガクを取るよ。毎回思うけど鉛筆みたいやな。はい、切れました。10体のオクラソルジャー集結しました。出動。イエッサー。お塩入れとこう。オクラ入れます。ああオクラ茹でてる間にオクラをつけるだし作ろう。お砂糖ちょっと、白だし大さじ1で水 50cc。 こんなもんかな。じゃあこれにオクラ入れていくわ、うん、はい。急がと熱々のまま入れちゃう。ギリギリ入った。おお、ちょうどぴったり。これもちょっとこのままつけておいとこう。豆苗。豆苗？豆苗のサラダ作ってみるわ。豆苗のサラダ？うん、刈り取っていこう。でこっちもちょっと短く切るね。うん、食べやすい大きさに。そう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 。どんどんと。わあ。いなくなっちゃった。また生えてくるから。うわすごい。これはまた早そう。じゃあ次トマト。今日は豆苗とトマトのサラダ。半分置いとこう。豆苗とトマトのサラダ、うん、どっちも豆から始まるね。って言ってる。もう絶対に返すわけじゃないよ。夫婦やからってさ。じゃあ味付けしていこう。お塩ちょっと、ごま油小さじ1ぐらい、ポン酢も小さじ1、鶏ガラもちょっとだけ入れよう。なんかさっぱりとね、いい匂い。オッケー、盛り付けよう。やっぱ絶景見た時って言葉を失うっていうでしょ。それサラダ見てこんなこと言うと思わなかったけど、うん、人生観変わるわ。変わらんよ。仕上げに海苔かけよう。嬉しい。完成。おネギ。おネギ。これはラーズーチに入れる。俺はまだちゃんとは分かってない、ラーズーチの。切れました。はい。今日はニンニクも入れよう。ニンニクはちょっと分厚めにスライスしようか。粗みじんって感じにする。うん。近づいてるよ。ラーズーチに。よし。オッケー。で最後に唐辛子。唐辛子半分に切っとこうかな。今日は本場っぽく種も使おう。種もいっちゃおう。いや結構いこう一回。いや結構やでこれでも。今日何本入れたんやろな。数えてなかった。じゃお肉に片栗粉まぶそう。じゃあ焼いていこう。焼いていこう。笑ってる。あの人笑ってるよ。サラダ油ちょっと多めかな。入れるよ。お、今日は丁寧に作っていくということだけは分かりました。味薄かったかな。もうちょい下味でしっかりつけてもよかったかもな。ひっくり返そう。めっちゃいい。いいよ。これ本来鶏もも肉よね。うん、そっちの方が美味しいと思う。いい色になってきたな。いい色になってきた。お肉一旦あげるわ。はい、は
OK。 じゃあこの油にニンニク入れよう。ニンニクで早めにネギも入れちゃう。白いとこ生姜も入れようかな。生姜ちょっと上に乗せるわ少しでも跳ねないようにいい香りしてる。できたね。じゃあ唐辛子入れようかな。唐辛子入れよう。種も一緒に。うーお、こうやってみるとなんかもっと唐辛子入れてもよかったなと思うと。ホアジャオをホール、これやったよね多分。いやそう、これ大事よ。めっちゃこれぐらい、これぐらいいこう。このラーズーチーにはこのホアジャオのホールが欠かせない。欠かせない。じゃあおネギの緑のとこも入れよう。揃ってきたね。揃ってきたね。なんか近づいてるね。ね、これで夏の後半戦を乗り越えます。乗り越えよう。じゃあお肉戻すよ。出会ってしまう。いいこれはいいね。じゃあ鶏ガラスープの素ちょっと入れよう。わあ、ちょっと入れすぎたお酒をちょっと回し入れると。おお、めちゃくちゃ美味しそう。うわどうなんやろ、理想に近づいてそう。どうやろうね。盛り付けようか。いい色やで。どういやすごい美味しそう。まさかそんなにシンプルにどうって聞かれたいいね、完成。オクラも使ったかな。激辛との相性めっちゃ良さそうさっぱりめで。はい、じゃあオクラ完成。いただきます。もう早速いっていい。いっていいよ。うん、めちゃ美味しい。花椒がすごいな。唐辛子もっといかんとさ、うん、辛み全然感じんね。感じんな。もうちょい辛みやな。でもで俺らそんな辛み得意じゃないのにねココイチのカレーとかも普通以外選んだことないもんないこれはほんとちょっとまた作ってほしい。また作ろう。で、ほんとさ、胸肉で全然いいじゃんすごい食べやすい、うん、豆苗いこう、うん、うんうん、トマトと合うわ。この豆苗でホアジャオのシビ辛を全部なくしたリセット。お寿司でいうガリ。うん、オクラもうちょっと濃くてよかったな。塩昆布入れたらよかった。塩昆布な。うん、ちょっとさ、うん、前髪切りすぎちゃう。え、眉下オーダーやったんやけどちょっと短ないこうやってやったら眉下や。うん、いやそうやってやったらな、気に入ってはいるけどやっぱパッツンに着るってめっちゃ楽しいな俺の今回の髪型のテーマある。テーマはいつも通りテーマも何もいつも通り。テーマある。カットにさ、テーマは芥川賞作家じゃないよ。世界5周回ってますクセ強いなまあ一番のテーマは美術大学の横の家で育った女性別に行ってはないんや。行ってはない。でも通る美術学生を見てるから、あ、うん、めっちゃ影響受けてるやんうち最近ディズニープラス見てるけど、うん、なんでかディズニーのキャスト見てない。キャストの動画、ファンカストさんだあ、そういうんや、あの人、うんうん、めっちゃ見てるよな。気づけば見てるやん。いや元気もらえるのよ。ディズニーでこうやって、うん、ゴミとかこう拾うときに、うん、うん、うん、キラーン、オッケーみたいな。え、どっから音鳴ってるのっていつハマったんかわからんのな。で、その音だけかなと思ったら、ちゃんと、うん、何パントマイムとかお前のやりたがってるよ本当にキャラクターぐらい人ついてってるもんな。うん、あとやろ、うん、はい、ジャッジしたらキラーン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 周りもさガブーンとかえ、うん、盛り上がれんな、うん、大好きやな笑顔になる。もう1週間ぐらい見てるもんな多分いや音あるだけ全然違うからね本当に。ハハハハ。
か鳴ってんのやろな。ここだけは鳴らなかったけど、これだけは本物。ごちそうさまでした。